もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙の3人が世界で気になったニュースと世界ウーマンのコラムから楽しくおしゃべりします。こんにちは。今日桜を見てきた本田理沙です。今日も里子さんとローズとローズさんと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、日本は満開らしいね、桜が。いや、もうむしろ今週逃したらもう来週はもう散り始めてるんじゃないかなと思います。あ、本当に。はい、今年はちょっと早かったんでしたっけ。早いですね。なんかやっぱ年々早くなってますよね、桜の時期。そっか。いや、でもいいですね、お花見。いや、もうだからね、あの子供の小学校の入学式にはもう絶対咲いてないですよ。だから今日は、あ、そっか、はい、ランドセルと、あの通学帽子、黄色い帽子かぶせて写真撮ってきました。はいはい、いい、かわいい、定番のね、ね、そうピカピカの1年生の写真、ね、そうだそうだ、そうなんですよ。はい、もう今日絶対撮ってよかったなと思いましたし、あの、明日もお花見行こうと思います。あ、天気はいいんだね。じゃあ、いってらっしゃい。もう本当に今日はね、あのお外でピクニックしてる人もすごく多かったし、あの、ショッピングモールもいつも土日いっぱいなのに、なんかあの気持ち空いてましたもん、今日は。あ、やっぱみんな外に繰り出してんだね、じゃあ。そうですね、はい。なんでもう絶好のお花見日和でした。いや、素敵よ。はい、そんな夜桜とかもいいもんね、だってさ。あ、やっぱり、あ、そうですね、夜桜もいいですね。なんか子供がちっちゃいとなかなかね、そうそう、夜出かけないので。確かに忘れてましたけれども、いいですね、大人の楽しみ、うん、そうよそうよ。なんか家に帰る途中のさね、途中にふとなんか上からひらひらととか、そんな感じとかが思い出されるわ、日本にいた時の。いいですね。まあでもどうですか、ローズのオランダも桜咲きますよね。オランダね、なんかね、意外といろんなところに桜が咲いてる。あ、そうなの。本当。うん、あの、まあ、いっぱい咲いてるところはあのボス公園って言って、うん、あのステルフェント、うんうん、あっちの方に、そこ400本かな、うんうん、まあ、それはなかなかあの見事なんですけど、それとは別にあのさりげなくポツンと1本とか3本とか、うん、ちょっと小さな桜並木とかあったりして、あれあれあれって思ってるところですね、誰か植えてるのかしら、ね、本当に。ね、やっぱりオランダと日本はあの江戸時代からこう交流があるので、なんか、うん、少しずつ運んだのかなとか、ね、なんででしょうね。ね、だからうちの家の近くにもあって、実は。あ、そうなんだ。ふと通りがかったらこんなところにと思って、1年間住んでたのに気づいてなかったというね。あ、まあ今しか咲かないからっていう。そうだよね、咲く時期が。そうだよそうだよ。あのオランダの人はどう思ってるんでしょうね、やっぱり桜見て、わあ、ジャパンジャパンみたいな、なんかそんな風に思ってくれるんでしょうかね。まあ、ジャパンって思うかはわからないですけど、まあ、あの春らしくて綺麗だなとは思うんじゃないですかね。あ、そうなんですね。写真撮ってる人とか見かけますね、やっぱり。へえ、じゃあやっぱり、なんか桜にはこう心を打つものがあるんでしょうね。やっぱり ね、華やかですもんね。なんかやっぱりこの時期だけだから、うんね、うん、春だなって感じで、あとはラッパ水仙もいっぱい咲いてますね、黄色。あ、そうですか。はい、それもなかなか綺麗です、春って感じ、ね、今日のローズのほら背景もチューリップがすんごい咲いてるけど、めっちゃいいですよ、ちょっと変えて春らしくね。うん、ね、そんなマカオはなんかすごい半袖着てるような里子さんなんですけども、どうですか。そうですね、はい、マカオはね、はい、まあちょっと最近雨とか湿度が多かったりするんですが、桜はね、まあ、多分行けば見れるんでしょうけど、あまりそういう満開とかそういう大ぶりな感じではなくて、うん、逆にね、今あのイペってわかりますかね。わかんない。イペブラジルのね、あの国の花にもなってるんですけれども、結構なんか黄色とかピンクとかね、あの面白いの、葉っぱがなくて花だけがこう
枝にね直接こう咲いてるような和名が何て言ったかちょっと忘れちゃったんだけど、なんかそういうのが咲いてます。やっぱりこの時期だけでしょ、南国の桜みたいなやつでしょ、うん、そう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 、うん、マレーシアにもあった、あった、そうそう、多分マレーシアにもあるんだけど、それが結構、うん、あの黄色い花を咲かせて、あ、春だなって思ってます。あ、結構ひらひら系の花びらです、ね、そうですそうです、ひらひら系なんですよ。はあ、いいじゃないですか、かわいい、うん、なんかでも遠くから見たらあの本当に真っ黄色だからイチョウかなみたいな感じで、あ、そうそう、イチョウっぽい感じがするよね、いっぺんは、うん、そうそうそう、あ、いいね、葉っぱがないのよ、面白いの、なんか花が散ってからね葉っぱが出てくるんだって。あ、そうなんだ、あ、桜も、うんうん、桜もそうだよね、でもだん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 葉桜に、葉桜になって、もう今日ね葉っぱ出てる桜も結構ありました。あ、そうですか、はい、本当にもう春通り過ぎそうな勢いです。うん、うん、そうですね、はい、はい、というわけで今回は3人でおしゃべりしていきたいと思います。さとこさん、お帰りなさいませ、はい、ただいまです、よろしくお願いします。はい、それでは今日持ってきたニュースはどちら様でしょうか。はい、私でございます。はい、ローズさんですね、お願いします。はい、私はですね今回イタリアからのニュースを持ってきました。おい、うん、はい、最近話題になっているチャット GPT についてです。あ、話題やね、うん、こちらね、あのチャット GPT ですが、イタリアで一時使用禁止 になっているというニュースで、へー、はい、ですね、アメリカのベンチャー企業が開発した対話式 AI チャット GPT について膨大な個人データの収集などが個人情報の保護に関する法律に違反している疑いがあるとして一時的に使用を禁止すると発表されたんですね。で、まあ、イタリアのデータ保護を担当する当局が、3月31日に発表した声明によりますと、まあ、利用者の会話の内容や支払いに関する情報についてデータの侵害があったという報告が寄せられたそうなんです。で、まあ、あの当局が調査を進めた結果ですね、あの収集しているデータの内容やあの、うん、それ、利用者に適切に通知しなかったということや、あとアクセスにする際に年齢を確認する仕組みがないということで、まあ、ちょっと問題があるということで一時停止されているそうなんです、うん、へー、で、ロイター通信によりますと使用が禁止されているのは欧米ではイタリアが初めてということで、まあ、あの私が住んでるオランダはこう禁止されてされてなくてよかったなってこれを読んだ時にまず思いましたあ、そうですか、はい、でイタリア当局はオープン AI に対して20日以内に問題の解決を図るように求めていて、会社が応じない場合最大2000万ユーロ、日本円にしておよそ28億円または年間の売上の 4% が罰金として課される可能性があるとしています。いや、もうこの規模のでかさよね、うん、年間売上の 4% とか、なんかロイヤリティですかみたいな、なんかね、ちょっとそっちが欲しくて言ってみたっていうね、確かに確かにあれ、ね、ってなんかそう、うん、売上の何パーみたいな、ちょっとおやって思ったけどね今ね、でもね、あのあれなんですよ、あのアメリカの電気自動メーカーのテスラの CEO、うん、はい、イーロン・マスク氏もですね、はい、3月31日に開催された投資家向けの説明会の中で対話式 AI の活用が急速に広がっていることに関連して、うん、こうした AI の目覚ましい進歩で車の製造が簡単にできるのではないかなどと尋ねられたそうです。これに対してマスク氏は AI が近いうちに車の製造に役立つようになるとは思わないとした上で、 AI について少し心配している、うん、AI が公共の利益のためになるよう監視する規制当局のようなものが必要だ、これはとても危険なテクノロジーだなどと述べ、 AI の急速な拡大を懸念するとともに何らかの規制も必要だという考えを示したそうです。またそれはそれで意外だね、なんかイーロン・マスクさんのイメージは結構イケイケだったから、うん、でも知ってるからこそちょっとこう急、うんうん、このスピードで進むと怖いってところがあるのかなとも思ってね、これも興味深いなと思ったんですけど、うん、
あとマスクさんはあれですよね、なんか出資してるんですよね、このチャット GPT の、うん、だから、ご迷惑がかからないようにしてねっていうところもあるのかなって思いました。あ、そうです、ね、あ、一応牽制しときますみたいなね。そうそうですね、僕のあ立場的に、まあ、立場的に一応言っとくよみたいなね。はい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 。なるほどなるほど、ね、でも本当 AI が本気になったら怖いですよね。AI が本気、 AI のマジ、うん、だって全てを吸収して、ま、こう学んで吸収できるから、こう人間みたいに忘れたりしないんですよね。そうだね、だから学びのスピードがすごい、うん、あ、そう、間抜けな AI とかいないのかね、やっぱりさ、たまにちょっと伸びたくみたいなさいやいやいや、いたら AI じゃないじゃんもうでもあえてそれを入れることで人間っぽくするっていうことはあるかもしれないですね。ねえ、確かにね、人間味を出す、ちょっとずれてんだよなみたいなさAI にそれ求めないでしょうよ。まあね、そうね、そりゃそうだ。そう、でも2人はどうですか、このチャット GPT 使ってますか。使ってます、使ってます。あ、本当に、うん、もうなんかね、親友。嘘、本当、そんなに。うん、一番の相談相手かもしれない。え、何を相談してる。相談してさ、答えてくれる、うん、まあなんかこう、まあ単純に自分の知識が足りなかったこと、足りないことに対してとか教えてくれるから。へ、うん、なんか私多分相談するときって回答、答えを求めてるから、うん、なんかこう聞いて慰めては求めてないから、うんうんうん、AI はそこがすごいいい感じ。そうか、じゃあ答えがちゃんと出るってことがね。なるほどなるほど、うん、っていうことは今年の目標の人間卒業に近づいてるってことですか。あ、ね、そう、そんな目標でしたね。そういえばいや、卒業したくない卒業間近ですか。まだ4月入ったばっかですけどそうですか。さとこさんはどんな風に使いますか。私はね、まあ、簡単なあの LINE にそのなんか、なんだっけな、チャット AI 君みたいなやつを入れて、まあ、なんか気軽に使えるようなのを使ってたりしますけど、うん、でも私はね、まだ使い方が初心者だから、うん、あの、Hey Siri との区別化があんまりうまくできてないっていうのはあったりするんですけど、でも私の友人はね、やっぱりその、なんていうのかな、普通になんか企業の戦略だったりとか、なんかそういうのも AI にとりあえず聞いてみるって言ってましたよ。うん、そのチャット GPT を。使って、うん、アイディアとか、うん、そうそうそう、なんかそういうのも聞いてみて、うん、参考にしてるって言ってた。賢い使い方ですね。ね、うん、聞くことなくないと思って私は全然使ってないんですけど、チャット GPT。うんうんうん、なんかね、使い始めたらハマる。だって何でも答えてくれるもん。で、なんかこう、だんだんこう、なんかどうでもいいことを聞き出して、2050年はどうなりますかって、うん、答えてくれたそれ。うん、そしたら私は AI なので未来のことは分かりませんが、みたいな前置きがありつつ、うんうん、まあなんか技術が進んで、うんうん、なんかこう革新的なことが起こるみたいな感じですけど、うんうん、まあそれはそうだなと思って。うんうん、あれだね、質問力も問われるね、やっぱチャット GPT。そうなんだ、質問力が問われるの。いやいや、それがね、すごいね、適当な答え方でもね、うん、ちゃんと言ってくれる、うん、答えてくれる。あ、そうなの。本当かいな、踏み取ってくれるの、すごいね。間違えることもあるけどね。あと、なんか旅行のプランとかさ、例えば、うん、部屋の片付け方とか、なんか経営方針とか、なんでもいいんだけど。めっちゃ聞いてるね。確かに旅行のプラン、あ、聞いてみよう。私も夏休みのプランをね、うん、昨日から考え始めたんよ。あ、もうね、聞いてみよう。びっくりすると思う。マジか、やろう。おこう骨組みをこう作ってくれるから、まあ、そこを、まあ、さらに細かいとこ聞いたり、まあ、自分で変えてもいいし。だよね。数秒のうちにこうタタタタタタタって答えが出てくるから、まあ本当にすごいですよ。なんかね、あの文章も考えてくれるみたいですよ。あ、そうらしいね、うん。うん。だからちょっと感想文とかもね、言ってた、あったしね。うん、そうね。本当に締め切りがあるんで、ちょっと書いてもらってみようかな。まだそれは試してなかった。そうよ。私もちょっとあのお仕事の関係でこっち側の人がちょっとやらかしちゃったんで、ちょっとクレームの対応の文章を書いてもらおうかな。ちょっと心配だね。謝罪文。いいかもしれない。謝罪文のね、うん、書き方とか確かに。まあね、
そうそう、まるまる使わなくてもやっぱり参考にできるじゃないですか。確かに、うん、やっぱりゼロから考えるっていろいろ難しいですよ、文章って。本当やな、うん、そうだね。私もこれ広東語でどうやって言い返すんですかとかそういうの聞いてみようかな。ちょっと待って、言うんですかじゃなくて言い返すんですか。言い返す、そう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 、そこなんか今背景を感じました、ね、何かしら背景を感じたでしょう。そうそうそう、いつもこう悔しい思いしてるからキーってこう。ありがとうございました。はい、ああもうこんなニュースがあったなんて知らなかったです。今回持ってきてくださってありがとうございます、うん、はい、ではそれではですね、今回の、コラムのご紹介に移りたいと思います、はい、今回のコラムは2023年3月11日マレーシア在住の土屋よしこさんが書いてくださったコラム、働かずに人生を謳歌するアラフォーマレーシアの友人たちの共通点とはというコラムからおしゃべりしていきたいと思います。うん、はい、いや、これはね、興味深いコラムでしたね、こちらも。いや、本当にこのタイトル見て読まずにいられないと思いますよ、皆さん。そうですね、はい、そうそうそう、悠々自適というか。そうですね、気になりますよね、やっぱりね。気になる気になる、しかも若いんだよ、みんな。別にこれがさ、リタイアした後の友人たちじゃないからね、みんなアラフォーだからね、35歳から44歳で。いやもう本当ですよ。いやでもこのコラムね、読んでこの、うん、よしこさんのこの分析力っていうのも素晴らしいなと思いました、うん、確かに確かに、うん、鋭いですと思いました、うん、そうですね。どうですかローズさんは、どこか気になったところありますか。気になったところ、いや気になりまくりですけど、まあこれ読んでなんかパッとファイヤーという言葉が浮かびましたね。頼ってますよねファイヤー。え、何ファイヤー。うん、ファイヤーって何の略だったっけ。何の略。ファイヤーはあれですよ、うん、経済的にインディペンデント、自立してってことですよね、うんうん、そうですそうです。なるほど。ファイナンシャルインディペンデント、リタイアーリーですね。おお、あ、なるほど、の頭文字リタイアーリー、はい、あー、そうですそうです。なんかね、ふわっとしてると思ったらそういうことか。なるほど、頭文字なんですね、うん、そうなんです、うん、そうなんです。あ、実際どうですか、お二人の周りにはこういう方いらっしゃるんですか。アラフォーではどうかな。いや結構まだあんまりいないかな、私の周りは。やっぱり私の周りの人も仕事が好きで将来現役って人が多いかな。へえ。やっぱりマレーシア特有まではいかなくても、マレーシアには多いのかな、こういうちょっと早めにリタイアしてやりたいことをやるっていう人。というチャンスは、日本もね、一時期流行りましたけどね。でも、うん、ファイヤーやめたみたいな話も聞くから、なかなかファイヤーも難しいんだなとか思ったりね。まあ、でも、そうですね、ここの書かれてる皆さんたちは結構、こう、人生を謳歌されている感じでいいなと思いました、なんかメリハリがあるって感じだよね。なんかさ、本当に、あの、全ファイヤーっていうか、まあそのお金をもう、あ、じゃあもう心配しなくていいから、もうじゃあリタイアしちゃおうっていう感じではなくって、一時働いて、で一時なんか休むみたいな、定期的に休むみたいな働き方もあったりして、そこすごくなんか、あ、いいなって私は単純に思いましたね。ああ、いいね、だからこの A さん B さん C さん D さんってちょっとそうです、ね、違うパターンだから、それが面白いですね、うんうんうん、いろんな方が紹介されて、そっか、さとこさんはその働く期間、集中して働く期間と休み期間があるのが好きなんですね。そうですね、はい、そういうのがいいなって思いましたね、うん、この、まあ、コラムの簡単に言うと A さん B さん C さん D さんの4タイプの方がいらっしゃって、でちょっと簡単に説明すると、うん、まあ、あの A さんはあれですよね、まあ、コンサルティングのお仕事だったりとか、まあ、結構もう、あの、外資系に勤めてらっしゃって、その平均の同年代の8倍くらいを稼い、ね、稼いで働かなくても不労所得で生きていける感じの、はい、もう、まあ、これが本当にファイヤーに近い形の方だとは思いますね。で、まあ、たまに仕事依頼されてやるっていう方が A さんで、 B さんはこれは多分リサさん好みだと思うんですけど、はい、1年のうちに3ヶ月だけ集中して高級クルーズ船の乗組員のマネージャーでとして働くですよね、うんうん、はい、はい、で残りの9ヶ月を遊んで暮らすっていう、うん、遊んで暮らすっていう響きが素敵。そして、うん、
C さんはそのホスピタリ産業の立ち上げの専門家で、他の国に行ってそのオープニングだったりとかの立ち上げを集中的に手伝ってた後に、うん、まあ自分のマレーシアの家に戻ってきてゆっくりするっていうタイプ。そして D さんは、あの定職にはついていないんだけれども、まあ、自分のその充実感を大事にしていてっていうところですよね。コミュニティだったりとか、うんうん、あとはその、まあ、なんていうか、人々の悩みを聞いて解決してとか、あんまりそのお金にこだわらないけれども、うん、自分の充実度を優先させている働き方っていったところが、うんうん、はい、ありましたので、うん、私はそれで言うと、まあ、B さんとか C さんですね。やっぱり集中的に働いて、うんうん、で、残りは遊んで暮らしたい。そういうのを希望にしています、はい、なるほど、そうですね、まあ、さとこさんが言う通り、そうですね、このコラムの友人 B クルーズで3ヶ月集中して働いて、うん、しかもヨーロッパ船なんですよね。だからそうだね、うん、多分ヨーロッパの方もあるんでしょうか、まあ、そこで3ヶ月勤務して残り9ヶ月遊んで暮らせるってどんだけすごいんですかね、うん、やっぱマネージャークラスっていうね、そう、マネージャークラスっていうのがやっぱり給料高いんでしょうね。うん、ここでですね、よしこさんの分析が始まるわけですよ、うん、ここで、はいはい、共通点は何かと、うん、そして、はい、まあ、そこがですね、まあ、コラムに書いてあるんですけれども、まあ、全員シングルと、結婚はしてもしなくてもいい、うんうん、はい、はい、まあ、そうですね、まあ、この自由気ままなところもまたいいですね。そしてそうね、まあ、それはやっぱり結構大きな理由にはあるだろうなと思いますね、やっぱり。そうですね、うん、そして圧倒的に能力が高い。あ、そこね、やっぱりそこだよね、やっぱり能力の差が、そうそうそう、うん、選択できる、ね、能力があるってこと。そうそうそう、働き方を選択できる能力素晴らしいですね。そして素晴らしい、世の中の裏も表も知っているっていうところですね。で、そのビジネスの話に乗るべきかどうか見極める目を持っている、うん、これもやっぱセンスの問題もありますけれども、やっぱり賢さからつながっていくんじゃないでしょうかね。はい、だよね、まあ、その他他のコラムに書いてあるんですけれども、どうですか、はい、ローズさんはこう継続がね得意なローズさんとしてはどうですか。むしろそうよ、うん、いやそんな継続得意じゃないですけどうん、まあ私はそうですね、この A さん B さん C さん D さんだったら A がいいですね、うん、A さん、あ、うん、大家さんは強いですよ、不労所得がね入ってくる、定期的にちゃんと入ってくるね、うん、安心ですよね、やっぱり働いてなくてもまあ入ってくるっていうね、はい、うん、そうだね、そうだね、ちょっと管理とかにはね、うん、まあちょっと仕事みたいな感じありますけど、でもね手堅いというか、うん、うんうんうん、思います。そうですね、でも2人はお金以外で喜びや満足感を感じるっていうことはありますか。やっぱりお金があったら嬉しいけれども、うんうんうん、同じぐらいのこの満足感が得られるものっていうのは何かありますか。やっぱり人の役に立つことじゃないですか。そうですね、私多分お金よりもそっちの方が大きいかもしれないです、うん、お金はもちろんないと生活していけないと困りますけど、うんうん、まあそれが確保できていれば、うん、まあそうですね、最低限って感じで、はい、確かに人とか、うん、はい、世界の役に立ちたいと思ってます。うん、やっぱり人との関わりがあるっていうのはやっぱり何よりもお金よりも素晴らしいことだと思いますから、それよ、うん、そこ大事ですよね、ね、うん、本当にどうですか、さとこさんは。そうね、もちろんその人の役に立つっていうのもあるし、あとやっぱりその自分がさこうじゃないかなだったりとか、なんか自分の方向性が結果として正しかったみたいな、うん、そのまあプロジェクトとかで仕事でとかで、うんうんうん、で結果が出せたって言った時とかもやっぱり充実感とか達成感はあるんじゃないかなみたいなのは、なんか仕事としてうんうん、まあ楽しみの一つじゃないかなっていうのは思ったりしますね、うん、今そのまさに真っ只中ですかね、さとこさんは。いや、まあそれがね、まあうんともすんともうまくいってないんですけどね本当にやりがいがあるね、やっぱりね、本当に、うん、そのやりがいがあるっていう風にねちょっと思っていかないと頑張ってるとこですけれども、はい、はい、そうですか。でもね、うん、でもまあ今回のその間欠泉的な働き方っていうか、その集中して働くっていうので
で私、はい、まあ今ちょっと外食産業もちょっと携わってますけどね、はい、まあ本当にね、あの日本人シェフっていうか、あとは和食のできるシェフはね、うん、喉から手が出るほど欲しいんですよ、うん、あ、そうなんですか。だから、で今結構ほら話題になってるさ、その出稼ぎ寿司職人、うんうん、例えば海外ではね、ほらもう給料がさ、もう倍の倍の倍みたいな感じ言いますよね。うん、いやあれね、本当ありだよって思って、で私もねちょっと調べちゃったもんね、寿司職人学校行きたいなって本当にちょっと今思ってる専門学校ね、専門学校なんかね、はい、江戸前寿司のコースは3ヶ月ぐらいからできるらしい。本当に、ね、3ヶ月でプロになれちゃう。3ヶ月で寿司、江戸前寿司握れちゃうわけで、外国で江戸前寿司握れちゃうわけ、3ヶ月あ、だってね、今ね、オランダってなんか寿司屋さんブームなんですよ。で、やっぱりその寿司アカデミーか、うん、そこ出身の人も言います。寿司アカデミー、うん、そうなのよ。もうね、いやこれね、今後のねスキルの一つとしてみんな持っててもいいと思う、日本人は、うん、持ってて ね多分損はないスキルだと思うよ。ね、だって外国人より絶対こうもう有利だもんね、下地が。そうそうそう、まず寿司が何かっていうのを知ってるし、そうだよ、あとはもう技術よね、と練習と。そうなのよ。だからさ、やっぱりさ、いくらなんていうの、例えば中国人とかさ、マカオ人で僕修行5年しましたっていう、やっぱりマカオ人が作る握る寿司と日本人ですっていうだけの私が握る寿司だと、なんかただ普通にさ見てる人たちはさ、あ、日本人が握ってるね寿司をみたいな、やっぱりさ本当にそれだけで、ね、なんていうの、悪く言うと騙されちゃうっていうかさ、やっぱりそういうのがあるから、うん、なんか日本人ね、寿司アカデミー一回ちょっと通っててもいいかもしれないよまあやっぱり海外での寿司の地位ってのすごく高くて、もう日本だったらさ、寿司っつったらもうね、なんか安いもんだけど、回転寿司がね、うん、あるから、うんうん、そう気軽に食べていけるものだけど、今ね、私この間ニュースで見たよ、韓国でおまかせっていう言葉が流行ってるんですって、うん、流行ってるよ、おまかせは。おまかせ。流行ってる、うん、もちろん、お寿司ですよね、おまかせ。うん、なんで、うん、もうやっぱ高いものだと。もう単価がもう、格別に違うんですよ、やっぱり海外に行くとお寿司って。そうなのよ。そう。だからもう給料にもそれは反映されますよね。そうなのよ。うん、でね、私この間面白い話聞いたのは、とかヨーロッパかどっかのね、まあ、ちょっとちっちゃな国でなんか和食料理屋さんをやってた人がいたんだけど、まあそれなりの、まあ、売り上げだったんだって。で、まあ、その人も、うん、まあ、なんでそこの日本料理屋始めたかっていうと、まあ、ただその国にいて、まあ、日本料理が少なかったからみたいな感じで始めたんだけど、うんうん、でもまあそうは言うてもちっちゃな町だったからみたいな感じで、あんまり繁盛はしてなかったんだけど、意を決してね、アメリカ、サンフランシスコに飛びましたと。で、うん、別に店はもうサンフランシスコとかはさ、すごい多分家賃とかは高いんだろうけど、でもね、うん、わざわざその店を構えなくても、例えば週末のね、ボートとかクルージングに繰り出す、そこのボートに乗って寿司を握るだけで、うん、その1回で本当に 4,50 万稼ぐんだって、土日だけで。すっげえどんな世界、すごいね。そう、うん、でやっぱりお任せなのよ、それは。出た。だから、うん、全然そのなんていうの、別にさ、メニューを持ってなくても全部お任せでいけば、うん、その日取れたとか、まあ、その時の都合の材料で全部できるし、うん、みたいな。で店舗構えなくていいし、人のね、人のクルーズのところに、うん、まあ、寿司飯とさ、お刺身とあれを持って行ってやるだけで、はあはあ、みたいな。で全部お任せだからみたいな感じで、それでなんかね、うん、あの帰り咲いたというか、はい、そうそう、イケイケな感じの、はい、うん、授業してる人がいるって聞きました。あれじゃないですか、さとこさんがもうお寿司のね、あの専門学校行ったら、うん、もうアカデミーって、うん、そうそう、握れるし、あのお店のマネージャーもできるし、うん、もうなんか最強じゃないですか、うん、またもっとこき使われちゃうじゃん、こき使われるからねそう、もう店舗にはしません。私もクルーズ船を狙っていきます、うん、ね、週末寿司を握るおまかせコースのおまかせシェフを、うん、そこをね狙っていきたいと思ってます、はい。なるほど、でも似合いそうですよね、うん、女寿司職人ってもうその響きだけで、なんかアムステルダムにもいるらしいんですよ。
あ、そうですか。へえ。結構女性でもやってる人もいて、ケータリングベースとか。やっぱそれなりに需要があるみたいですよ。やっぱ女性のね、うん、この繊細さみたいなのがお寿司に反映されるんじゃないですか。うん、だと思う。うん、いいと思う。佐藤子さん、こう鉢巻きとか巻いてすごい似合いそうだね。鉢巻き巻いてね。演出演出演出こう、ちょっとアイライン強めに入れて。確かに。そうやね。うんうんうん。そうやね。ちょっとキルビルの感じを出してね。してね、うん、なんなら刀背負ってね、こう。刀はいらない。いらないけど。いい。そこまでしなくて。あ、いい。ありがとうございます。うん、ちょっとね、はい、寿司の話で盛り上がりましたけれども。日本ではなんかわざわざ取ろうとは思わないものも、うん、海外でこんなにこんなに稼げる職なんだぜっていうのをね、ちょっとまあだよ学びました。さとこさんがいても間違いないわ。外食産業の方がいるんだから、うん、ですよ。ほんとだって、この間聞いたらミャンマーとか、あ、どこだったっけ、ベトナムでもね、お寿司、うん、寿司職人が月給70万から80万って言ってたよ、ベトナムですごいですね。現地の価格でするだよね。現地の価格で、うん、大富豪だよ、うん、本当に。でさ、あの労働環境もいいんだよね。日本みたいにさ、あの、うん、こう労働時間が長くない場合が多いから、そうだよ ね。そうだよ、本当だよ。いてほしいから。そう、親方にこう、こと親方の下駄が飛んできたりとか絶対しないから、ね。しない。訴えられちゃうよね、そういう、うん。ねえ、まあそうみたいですね。やっぱりこう日本寿司職人ね、日本で働くと、まあ、勉強してもその後修行がありますからね。あるね。何十年でしょ、うん、そう。それがね、うん、でもね、やっぱそれをやってるかやってないかの違いはある気はしますけど、でもなくても全然働けるなとは思う、うんうん、そうよ。だってさ、相手が外国人だもん。アドバンテージはすでに持ってるよ、日本人は。味覚としての、うん、確かに、ね、ある。そうですね、うん、そっか、まあ、ちなみにね、授業料はですね、あの今パッと調べたところですけど、うん、2ヶ月で75万円ぐらいだそうです、寿司屋。あら、いいお値段、いいお値段しますね、はい、やっぱり、はい、でもそれこそほら1ヶ月でさ、ベトナムで働けば1ヶ月で取り戻せるんだ。そうやな、うん、いい投資だわな、自己投資、うん、いいと思いますよ、うん、はい、もしちょっと75万円かけられそうだなという方は寿司アカデミーへ別に回しもんじゃないですけども、そうだね、はい、一時帰国の際にね、寿司アカデミーへ。そうですね、寿司アカデミーへ、うん、はい、じゃあちょっとそろそろお時間迫ってきてますので、こちらでコラム振り返りたいと思います。はい、はい、今回のコラムは2023年3月11日公開、マレーシア在住の土屋よしこさんが書いてくださったコラム、働かずに人生を謳歌するアラフォーマレーシアの友人たちの共通点とは、というコラムからおしゃべりしていきました。そしてイベントのお知らせをお願いします。はい、世界ウーマン4月ミートアップのお知らせです。ちょっとね、あの今まで交流会っていう言葉使ってましたけど、今年からミートアップっていうおしゃれな言葉で、はい、行きたいと思いますよ、横文字そして今月のテーマはですね、春のデトックスなと祭りとなっております。世の中に感じている疑問や不満とかね、あとはモヤモヤ鬱憤なんかを、もうこの際話して、みんなで楽しく話しちゃおうっていう、そういう会になっておりますので、はい、ちょっとリフレッシュしたいぞっていう方とかね、ぜひぜひご参加くださいね。で、あ、日付ですけれども、4月の21日金曜日、日本時間の午後8時30分から9時30分までと、それから2回目は4月22日土曜日の日本時間7時から8時までの2回開催させていただきます。お時間ね、ご都合のいい方にぜひぜひご参加くださいね。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、そうでもね、本当になんか、まあ、おしゃべりしてるんですけど、このおしゃべりってすごく大事だと思ってて、うん、まあ、つい先日ね、まあ、オランダに駐在できてた人、期限付きだったんですけど、やっぱ冬が乗り越えられず、うん、もう本当にメンタルが落ち込んで、会社に、うん、相談してもちょっと早く切り上げることに決めましたっていう方がいて、でもこうね、こういうミートアップとか、あとこの、うん、私はポッドキャストの時間もすごく楽しみにしてるんですけど、うんうんうん、本当おしゃべりの力って大きいですし、もう本当一人じゃないから、ね、ね、今回はこう春デトックスで、こう日頃のモヤモヤ、私もね最近あります、あるから、みんなに、はい、うん、もうオランダのね、いろいろ引っ越ししてたんで、うん、こう切り替えとか役所のこととかもいろいろ
はい、ちょっとみんなとシェアしてすっきりしたいなと思っておりますので、うん、皆さんのご参加お待ちしております。はい、ではこちらの案内ページはですね、このポッドキャストの概要欄の方にリンクを貼っておきます。皆さんフルでご参加ください。はい、それではここまでのお相手はナビゲーターの本田理沙と事務局の周佐とことファウンダーの藤村ローズがお届けしました。ありがとうございました。世界ウーマンのウェブサイトは www.sekaiwoman.com www.sekaiwoman.com です。エピソードの概要欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せくださいね。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。